どうも、ロマンです。違うか。吉田サラダです。We love スワローズ。ということで、6月5日、ヤクルトスワローズ対西武ライオンズ、3対6で負けちゃいました。悔しいですね。マクガフ。勝ったと思ってたのに、悔しいな。先発のね、ライアン・小川投手は7回2失点ですか。まあ、エースとして、もう、いいピッチングしてくれたんですよ。そして、清水投手もナイスピッチングで、マクガフで締めくくれると思ったら、悔しいなぁ。3人にホームラン打たれましたね。まさかまさかの。そして梅野投手が出てくるという展開。どうしたもんでしょうか。まあね、ライアン小川投手かわいそうなんですけども、でもですよ、他のピッチャーやったらね、これかわいそうやって思えるんですけども、ライアン小川投手はエースですよ。ヤクルトスワローズのエース。もうライアン自身はね、俺が9回投げれなかったからこうなったって思ってほしいですね。もうそのぐらいの責任感でライアン小川投手にはやってもらいたいなと僕は思っております。だからね、ちょっとライアンには同情はしない。ライアンはもうエースなんですから、9回投げ切ってもらいたい、そんな気持ちでいます。そしてですね、抑えマクガフ投手もう変わっちゃいましたよね。交代した梅野投手に交代したっていうのはもう抑えとしてちょっとね、今は他の人の方がいいかなと思います。梅野投手や清水投手で今野投手とかもいいと思うんですよ。もうね、今調子のいいピッチャーを抑えにしてほしい。マクガフ、抑えは今はしなくていいんじゃないかなと僕は思います。皆さんはどう思われるでしょうか。ねえ、ちょっとね、抑え問題、これ重要になってきましたね。ヤクルトスワローズ大問題ですよ、これ。誰になるか、マクガフで行くのか、そうか、新しい人を見つけるのか、それか、また石山選手なのか、高津監督、いい選択、よろしくお願いします。そしてね、打つ方はね、村上選手にもホームラン出ましたし、青木選手や山田哲人選手、なんかね、復調の兆しが見えますんで、ちょっと安心して、来ております。あとは抑え問題ですよ。そこをなんとかしましょう。明日の先発は高梨投手です。高梨投手、なるべーく長いことを投げてくださいね。よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴースワローズ頼むぞ。高津監督、ナイスチョイスを。